今回で通算六回目になりますね、えー、ソフトボール女子日本代表の皆さんが読壇キャンプを行います、えー、昨年の12月に引き続きですね六、えー、回目ということで今回は最終選考会もあるということで非常に、えー、あの緊張したですね充実したキャンプにしていただきたいと思います皆さんもこのオリンピックに向けてですね読壇で、えー 実力をさらにですねアップして本戦に、えー、臨んでいただきたいと思います、えー、頑張っていただきたいと思います四ミタンキャンプからですね、えー、皆さんがオリンピックで金メダルを取ることをですねみんなで、えー、バックアップしてですねこの四ミタンキャンプ、えー、成功に導きたいと思いますのでどうぞ頑張っていただきたいと思います、えー、昨年の3月、えー、我々経験のない未曾有の 大会に襲われましてですねまさかのお最終選考会合宿が中止それに伴ってですねオリンピックが一年延期ということになって先が見えない状態に突入いたしました、えー、本当に皆様のおかげでですね昨年の12月に再び事業がスタートしまして、えー、今日で先ほど村長さんが言られましたように最終合宿にどうにかどうにかこぎつけたと。 そういうような気持ちでおります。今から141日後なんですが、えー、そこに向けて再スタートというか、最後の締めというか、それがここ読谷の地で行われること、本当に皆様に感謝しきれない思いでおります。これも何も全て、えー、読谷村の村長さんをはじめで,ですね。関係各位の方に。 えー、いろんなご尽力ご努力をいただきまして実現したことを感謝申し上げます、えー、皆さんものご期待に添えられるように、えー、東京オリンピックの最高なところで、えー、結果を出したいという気持ちは、えー、選手も含めスタッフも含め全員持っております、えー、その目標のために本当に最後充実した合宿にできるように我々も精一杯頑張りますのでぜひ変わらぬご支援、えー、よろしくお願いしたいと思います